にちは、倉橋さん、東海林の遠藤です。今日はですね、新しい商品をね、今度の、ね、ツアーのためにね、買ったので、その商品のレビューをね、ちょっとしてみたいなと思います。ですね、今度のツアーっていうのはですね、サップの上でバードウォッチングをしようっていうね、企画なんですね。渡良瀬遊水地を流れるね、渡良瀬川で、やるんですけども、その時にね、実際にね、サップの上でバードウォッチングするわけですが、そのためにね、双眼鏡とか必要じゃないですか。で、僕もね、ガイドとしてね、行くので、そんなね、しっかりとしたものは持てないんですけども、皆さんと同じようにね、ちゃんと安全管理をしながら、バードウォッチングできるようなものが欲しいなということで、単眼鏡を購入しました。まあね、どういったね、基準というか条件で買ったかというとですね、まあ、やっぱり何よりもね、とにかく小さい、軽いっていうことが、重要かなと思っています。サップするときはですね、まあ、こういうふうなね、ナイジャケットをね、基本は着てるんですけども、ここに入るものじゃないとね、なかなか安全にね、サップができないかなというふうに思っています。まあ、これはね、今日ガイドの私の話ですね。一般のお客さんはね、首から普通にかけるものなんですけど、首からね、かけるタイプなので、例えばもし誰かが押したらそれを給油しようというときに、首にね、物がかかってるといろいろね、危ないので、頑張ってる人として。私はね、そういうのはできないので、もっとね、安全なものをつけたいということで、小さいものを買ってます。あと、軽さですね。とにかくね、サップっていうのは立った状態でいろいろ漕いだりとかするので、その時に体にね、いろいろ身につけてると、どんどん重くなっちゃうんですよね。その重さでなるべく減らしたいというところで、なるべく軽いものを選びました。それからもう一つの条件ですね。それは、濡れても大丈夫っていうことですね。やっぱりね、当たり前ですけどね、サップは水上で遊ぶね、スポーツなので、基本的にね、濡れる可能性はね、あります。まあ、落ちることはね、あんまりね、座ったりとかってないんですけど、まあ、私は救助するとかっていうこともあり得るので、濡れることは前提として装備にしないといけないので、そのための防水のね、ものを選びました。で、今回買ったのはですね、こちらの商品ですね。見えますかね。健康のね、ウルトラビューアイ、8×21 倍、21のね、商品ですね。価格はね、4000円ちょっとぐらいだったかな。まあ、そこまで高くはないです。重さはね、確か 60g とかね、そんなもんですね。相当小さいですね。で、まあ、他にも単眼鏡ね、いろいろいいものあるんですけど、どうせサップやってるとね、いろんな状況が陥ってね、物とか簡単に壊れるので、そんないいもの買ってもしょうがないなと。まあ、私もバードウォッチングに簡単にね、参加できる程度のものがあればいいかなというので、これを選びました。で、実際の、どういう商品かっていうですね、まあ、こういうふうに筒状1個ですね、手のひらに隠れるぐらいの大きさですね。で、ここのところに、こう目とね、レンズのね、距離を調整するね、リングついてるのと、あとここにフォーカスですね。まあ、これは双眼鏡の視度調整ぐらいのね、程度のものだと思っていいと思います。で、私の場合ね、どういうふうに運用してるかっていうと、こういうね、落下防止のストラップをつけて、カラビナつけて、ライフジャケットにつけて、絶対にね、落ちないようにしているというふうにしてます。で、いつもはここのポケットですね、ここに入ると。ここのポケットがね、ちょっとちっちゃいんでね、これ以上ね、大きいもの入んないんですよね。なので、まあ、これが上限かなというふうに思って買いました。で、実際にですね、こうやって使ってみますとね、今日ちょっと眼鏡できちゃったんでね、眼鏡用にね、短くしてやってますけど、まあ、見え味はですね、まあ、8000円ぐらいの双眼鏡と同じぐらいかなって感じですよね。まあ、まさに半分にしたような値段ですよね。1万円ぐらいのものよりは劣るなと、双眼鏡ですけど。っていう感じです。まあ、なので、真剣にね、鳥をね、しっかり見たいっていう人からしたらね、物足りないですし、やっぱり3万円ぐらいのね、双眼鏡を見ちゃうとね、全然違うなって思うんですけど、まあね、ある程度ね、対象物の状況を確認するとか、僕もね、そのツアーとして、に参加して鳥を見たいなっていうところなので、この程度のものを購入しました。はい、そんな感じですかね。実際ね、双眼鏡ね、見るとね、やっぱり立体的にね、物見えますし、双眼鏡の方がはるかに安定して持てますし、こういったね、ものがね、
小さくないといけないっていう状況じゃなければ、基本的には双眼鏡の方がいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、僕もね、本当に1万ちょいぐらいの双眼鏡だと、まあ、200-300g ぐらいでこのポケットにギリ入るかなみたいのは、まあ、なくはないので、ガイドじゃなければそういうサイズのものを個人的に持ってもいいとは思います。普通にね、ツアーに参加する方はね、大きいやつでもいいと思います。まあ、ただしね、濡れたり壊れたりする可能性はあるので自己責任ですけど、まあ、あんまりね、大きさはね、そこまでこだわらなくてもいいかと思いますけども、こういった、ポケットついてる人は、こういったね、サイズのものを買うといいんじゃないかなというふうに思います。はい、それではね、実際にね、この単眼鏡を使用してみたいと思います。今日ね、中禅寺湖ね、若干風が強くてですね、波が立っているのでかなり不安定です。なので、ちょっとここでね、単眼鏡を使うの難しいかなと思いますけども、実際のね、マトラス川はね、こんな状況じゃないので、見てる方はね、安心して、見てください。ちょうど目の前にね、鳥がいるのでちょっと見てみますけども、結構しっかり見えますね。なるほど。今目の前、20メーターぐらい先にね、鳥がいるんですけど、結構簡単に見えますし、何よりいいのはね、片目だけで見れるので、片目はね、実際のね、今のこの状況をね、見ながらも鳥を見れるので、非常にね、安全管理上はね、いいですよね。自分がどういう状況にあって、かつ鳥が見れるみたいな。結構見えますね。いいですね。意外といいな。今日ね、コンタクトじゃないんでね、このメガネとすごいこれ相性悪くて微妙なんですけど、でも結構裸眼でね、裸眼っていうかこのメガネを使わないでね、見るとかなり見えますね。結構いいね。本当はね、コンタクトつけた方がいいんですけど、意外と見えますね。意外と見始めちゃうとね、そんなにね、こう手ぶれがすごいとかね、そう単眼鏡を見てて、不安だって感じはしないですね。結構いいな。でもね、やっぱり双眼鏡にね、方がね勝ると思うので、双眼鏡持ってる人は双眼鏡でいいと思います。こういったね、僕みたいにね、全体の状況も把握しながら鳥を見たいっていう人にはね、この単眼鏡の方がね、いいかなというふうに思います。そのところですかね。今日は以上になります。以上、中禅寺湖からお送りしました。ではまた。